皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはピクミンをプレイしたことはありますか？ピクミンはゲームはもちろんのこと、 CM ソングも大きな話題となった作品です。ということで、今回のゲームニュースは、初代ピクミンが発売20周年、 CM ソング愛の歌が話題を呼んだゲームキューブの名作。記事はファミ通 .com より引用しています。運んで、戦って、増えて、食べられて。2001年平成13年10月26日は任天堂ゲームキューブ用ピクミンが発売された日。本日で発売から20周年を迎えた。ピクミンは任天堂から発売されたアクションゲームで、リアルタイムストラテジーのような要素を併せ持つのが大きな特徴。公式サイトでは AI アクションと表記されており、既存のジャンルに分類するのはなかなか難しい。パズル要素も多分に含んでいた。現在も続くシリーズだが、もともと長めのスパンで発売されていたこともあって、完全新作のナンバリングタイトルはしばらく発売されていない。近作としては2017年7月13日に任天堂 3DS 用のスピンオフ作品ヘイ、ピクミンが2020年10月30日に任天堂スイッチ用の移植版ピクミン3デラックスが発売されている。もしかすると若いゲームファン的には大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの登場キャラクターとしての方が馴染み深いかもしれない。初代ピクミンの主人公はキャプテンオリマー。なんとなく察せられるかもしれないが、オリマーという名前はマリオのアナグラムになっているピクミン2では、新米社員としてルーイも登場した。ピクミン3を除く全ての作品で主人公を務めた大ベテランでもある。オリマーは不慮の事故で墜落した未知の惑星から脱出するべく、バラバラになった宇宙船のパーツを集めなくてはならないのだが、オリマー自身はできることが少ない。代わりに手足となって働いてくれるのが現地の謎の生物ピクミンというわけだ。これはシリーズに共通することなのだが、ピクミンはなぜかオリマーに協力的で常に付き従い、指示を出せば軍隊のようにきっちりと集合整列する。何かに投げつければ近くにあるものに応じて各自が判断し、物を運んだり障害物を破壊したりしてくれるのだから賢い。この時のちょこまか動く姿が実に愛らしくて可愛らしいのだ。危険な原生生物であるチャッピー、体の半分くらいある大きな口が特徴の敵などにけしかければ勇敢に戦いもする。わらわらと敵にたかっている姿はアリのようで若干キモくも感じるのに、でも見ていたくて目を離せなくなるから不思議だ。傷つき数が減ったら栄養分であるペレットを持ち帰らせれば、ピクミンは種を拭いて増殖するといった具合。芽吹いたピクミンをオリマーが引っこ抜けば再び命を懸けて働いてくれるのだから、なんてけなげなのだろうか。ピクミンたちは体の色によって得意分野が異なり、状況に応じて使い分けていくのも楽しいポイント。攻撃が得意な赤ピクミン、水に強い青ピクミン、爆弾岩を扱える木ピクミンというような性能差がある。さらにピクミン2では白と紫のピクミンが、ピクミン3では岩と羽ピクミンが追加されるなど、作品ごとに登場ピクミンが多少異なっていた。ピクミンといえばストロベリーフラワーというバンドが歌った CM ソング愛の歌もかなり有名だ。お子様をはじめ働く大人たちにも地味に人気を博していたようで、筆者は昼の情報番組で取り上げられているのを見て驚いた記憶がある。ピクミンたちがけなげに働く場面が脳裏に浮かぶような歌詞にサラリーマンの姿を重ねてシンパシーを感じてしまったようで、なんとも切ない話だった。2021年9
9月27日にはまさかのピクミンの姿を模したグミ、ピクミン食べられるグミが発売になっている。青、黄、赤、白のピクミンがいて、それぞれ味が異なるらしい。これはシリーズファンならぜひとも食べておきたいところ。それから配信は未定だが、歩くことを楽しくするをテーマにピクミンを起用したアプリをナイアンティック東京スタジオと任天堂が共同開発中。どんなゲームになるのか続報が待たれる。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。話題を呼んだだけじゃなく社会現象になりました。普段ゲームをしないサラリーマンが居酒屋で歌い出すとか異常ですよ。当時の記憶ですが、当時の私の周囲では CM ソングの替え歌を作るのがブームだったような。こういう替え歌を思いつくやつって学年に一人はいた印象。私の場合それがクラスメートにいたからなおさら。もうそんな年月が。初めてやった時、チャッピーにピクミンが食べられてるの見て怖くて泣いたんだよな、わらわら。怖すぎて最初の面から進められず友人にやってもらったの、良い思い出わら。ピクミン、見たことないゲーム性と可愛いピクミンと裏腹に世界観の不気味さが良かった。グラフィックもすごかった。2が一番好き。3は果物集めになって面白さが減った。2みたいなお宝集め&地下のステージクリア型で次回作お願い。ピクミン20周年おめでとうございます。誕生してくれて本当にありがとう。記念イヤーってことは、ピクミンは本日日本で20周年を迎えます。最も独創的な任天堂シリーズの一つ。普段は気にならないジャンルを気にすることができました。史上最高のゲームシリーズの一つが20周年を迎えました。さて、記念日にピクミン4の発表はいつされますか。ピクミンと動物の森のためにキューブを買ったと言っても過言ではない。スイッチ買って初めて買ったのもピクミン。サンデーはピクミンが発表された時は当時任天堂の社長だった岩田さんが勝手に親近感を抱いてました。以上がネットの反応でした。ピクミンって初代発売からまだ20周年だったんですね。30周年のゲームが多く、このピクミンも30周年ぐらいなのかと思っていました。私はピクミンをプレイしたことがないのですが、 CM ソングは知っていました。なんとも言えない切ない歌が印象的でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。